ボイストレーニングスムードボーカルスムードボーカルボイ。ではマイクもうね音が出る状態ですけども、ちょっとねマイクの音質についてのね解説をしたいと思います。はい、そしたら、普通の状態でまずはこうそう元をちょっと、あもう上がってるね、元とこっち上がってるよね少しね、うん、でああって言ってごらん。ああそう、あんまり入りは良くないでしょ。うん、その原因の一つにこれをちょっと見てください。原因とコンプっていうのがありますね。黄色いのがコンプ。じゃあちょっと上げてごらん、コンプ。はい、真ん中ぐらいまでね。これも真ん中ぐらいまでにしてくださいね、上げるの。真ん中ぐらい。そう。で、はっはっ。はっはっは。で、少し入れてくれました。そしたら原因上げて。原因は大体そう、あの線が太い線があるじゃない、そこまで。はっはっは。OK、OK、OK、OK。そう。このぐらい上げてもね、これ、上げ、このぐらいまでですね。うん、原因上げるとキーンって言うからね。原因は、うん、原因とコンプは上げすぎに注意です。ね。だいたい真ん中ぐらいを目処にしていただけるといいと思います。で、そう、だから音がいまいち出ないなーって言って、いろんなとこいじくる、いじくる人いるんですけど、原因とコンプと、あとね、フェーダー、大元を上げれば OK です。で、あと、もう少しね、ちょっと解説していきましょう。はい。これ、イコライザーが出てきましたね。はい。イコライザー、イコライザーを、あーって言いながら、ちょっと真ん中を上げてみてください。全部そう、そうすると中間音域が強くなりますね。はい、いいですよ、下げていただいて。はい、では次、一番右側、ちょっと高い、一番高めの音ですね、こちら。そう、高い音がピックアップされます。じゃあそれ戻していただいて、低めの音をちょっと上げてみましょう。一番低め、はい、 OK ですね。で、ボーカリストのね、まあ基本的な感じは、ちょっと真ん中少し上げ気味で、そう、あとは、そうそうそう、お好みだよね。お好みで、うん、まあ、こんな感じかな。こんな感じかな。私の場合は。真ん中ちょっと上げる感じかな。うん、そう。こんな感じが、まあ、一般的かな。はい。ぜひね、これも知っといていい方がいいです。イコライザーを先です。イコライザーから、リバーブをかけます。さあ、そのままちょっと上げてごらん、リバーブ。みんな声出して。はぁはぁはぁ。で、もうダイナミックな声になってきてね。うん、モデルのシオン先生でした。はい。どうもありがとう。